チネチッタ。チネチッタは、神奈川県川崎市川崎区小川町にある、株式会社チネチッタが運営する、シネマコンプレックスである。イタリアの首都、ローマにある同盟の映画撮影所から命名。イタリア語の原義は、映画都市。チネチッタを運営する、株式会社チネチッタの親会社である、株式会社チッタエンタテイメントの歴史は長く、1922年、大正11年に、 東京日暮里で創業している。創業当時の社名はミス工業。創業者はミス。知ったエンタテイメントの代表取締役ミス講師の祖父にあたる。後に川崎ミスと解消。チネチッタは1936年頃に川崎映画街の最初の映画館として川崎銀星座を開業した。その後、1939年までの間に川崎に 同系列の映画館が6館開業し映画館外を形成した。第二次世界大戦中に空襲によりほぼすべての映画館を消失したが、戦後は川崎銀星座を手始めに映画館外を再建するとともに同一地区内にボーリング場なども建設し、かつて小地区蒲田撮影所があった蒲田に同一資本が開設した映画館外とともに、それぞれミスタウン、ミスの町と呼ばれていた。 1987年に、これまで別個の建物だった複数の映画館を一つに、収容したビルを建設し、チネチッタと解消、現在のシネマコンプレックスに近いものとなった。チネチッタが開館した直後からそう呼ばれていたわけではないが、株式会社チッタエンターテイメントの公式サイトでは、日本初のシネマコンプレックスとしている。その後、 関東地方では同様の施設が増加したため、対抗するために、ボーリング場、旧クラブチッタ等を閉鎖し、改築を開始。2002年11月に、チネグランデを除き施設の改築を完了し、ラッチッタデリッタと解消して、新装をオープンした。翌年9月に、元の映画館が収容されていた建物は、物販、サービス店舗が入居する建物への転用工事が完了する。 2017年現在のラチッタデッラは、12、スクリーンの映画館チネチッタと、隠し店舗を要するマッチョーレ店舗のみが入居する、ビバーチェ、ライブホールのクラブチッタ、フットサルコートのアレーナチッタなどで構成されている。なお、川崎には、他のシネマコンプレックスが進出しており、2003年9月12日に、川崎ダイスの開業と同時に東方シネマズ川崎、旧スクリーン、 全1902席が2006年9月28日には、ラゾーナ川崎プラザの開業と同時に109、シネマズ川崎、ジュースクリーン、全1957席がオープンした。それにもかかわらず、チネチッタは年間動員数、工業収入で2003年2004年2005年2006年の4年連続全国、第1位となった。 また2002年11月の新総開店から2011年1月のチネグランで閉鎖までの間、総座席数が国内最多13スクリーン全3808席であり、映画館ビルとしても有楽町をマリオン7スクリーン全4534席に次ぐ第2位だった。全国1位の興行収入を記録する映画館であるために東京、 大阪の映画館以外では珍しく舞台挨拶などの、チネチッタ独自のイベントが催されることが多い。クラブチッタ監修のもと、シニー8に導入された音響システム、ドクディ &B オーディオテクニック射精、ラインアレースピーカー、サブウーファーを導入し、音響効果の向上を図る。二0十六年九月十七日より、稼働開始、けら落としとなった作品は、 君の名は、および、シンゴジラ。2017年1月14日に、サラウンドスピーカーを t b オーディオテクニック社製のものに一新。それ以前は JBL 製のものを使用していた。2017年1月25日に、3つのタクティクスを発表。音楽の調和を重視する、ハーモニクス、迫力を重視する、ハードコア、調和と迫力を両立する。 ハイブリッドの3種類に分類することになった。2017年5月16日より 7.21CH 上映が可能となった。常設部隊にサブウーファーを増設することでライブハウスのような迫力を目指したもの。リブスウンドと同じくクラブチッタが監修を行っている。2016年9月6日まではシニー8で実施していたが、 ビブス運動導入のため終了した。2016年10月7日より、シニー12にて実施している。マッジョーレうちには12のスクリーンがあり、劇場出入り口は、チネ1チネ7が2階、チネ8チネ12が4階にある。チケットは、マッジョーレ1階の窓口で購入する。2017年5月16日より、全スクリーンが、 デジタル 5.1CH からデジタル 7.1CH にアップグレードされた。各スクリーンの規模及び設備等の詳細は次の通り。マッチョーレとは別の建物に存在したスクリーン。2011年1月10日をもって閉鎖された。入り口にあったチケット売り場では、チネグランデで上映される映画のチケットのみ購入でき、映画の日、年末年始、 夏休みなど繁忙期の未使用された。2003年頃には25階建てのマンションへ建て替える計画があったが実現していない。2011年4月には解体され、現在はフットサルのコート及びクラブハウス隣接するカフェとなっている。詳しくはこちらを参照。川崎駅ビルである川崎 BE にかつて存在していたスクリーン。 駅と直結した環境にあるため利用者は多かった。しかし2003年頃に現在の体制が完成したことにより営業終了。階段の踊り場に入り口が設けられていた。映画館に付随する設備及び施設は次の通り。ここではチネチッタが直接運営または管理するものを取り上げている。チネチッタが提供するサービスは次の通り。 2018年3月13日のシステム改変をもって導入されたチネカード、チネッコクラブ、P カードに代わる会員サービス。年会費は無料。カードの発行時に500円を要する。以下のような特典がある。さらに、チネチタ HP から本登録を行った場合、といった特典が追加される。インターネットで事前にチケットを購入できるサービス。 決済完了後に発行される予約番号を現地に設置されている発券機に入力することで入場チケットを得ることができ、チケット売り場に並ぶ必要がない。また、インターネットチケット購入確認メールの URL から表示できる QR コードを発券機の読み取り機にかざすことで予約番号などの入力なしに即座に発券することができる。 映画を鑑賞したチケットの半券を利用して、ラッチッタデッラにある隠し店舗で優待を受けられるサービス。映画を鑑賞する前でも利用できる。チネチッタが提供する駐車場。立体駐車場が一つ、平面駐車場が二つある。チケット売り場、またはチネチッタグッズショップで映画の半券と駐車券を提示すると、駐車料金が1作品あたり3時間無料となる。 チネチッタ裏手にある有料駐輪場。チケット売り場、またはチネチッタグッズショップで映画の半券と駐車券を提示すると、駐輪料金が1作品あたり3時間無料となる。マッチョーレ入り口前にある噴水によるショー。円形に配置された無数にある噴出口から最大で高さ数メートルに水を吹き出し、名作映画のテーマ曲と色とりどりの照明とともに、 多彩な水の演技を見せる。毎正時と毎時30分ごろに実施され、実演数分前になると、日本語と英語で予告が放送される。強風で噴水の水が大きく飛び散る場合は、実演を見送ることがあるが、通常時も実演前に、風で水が飛び散ることがあるという注意が放送される。噴水は平面的で仕切りも凹凸もなく、普段水が張られていることもないため、 噴水の直上を即席のステージにしてライブなどを上演することもある。チネカードは高校生以上を対象としたチネチッタのポイントカードである。映画を1本鑑賞するたびに1ポイント貯まり5ポイントごとに招待券と引き換えることができる。招待券を使うとチネチッタで上映中のすべての映画から1本を無料で見ることができる。なお、 カードの有効期限は最初にポイントを獲得した日から1年間で招待券への引き換えは1年1ヶ月以内であれば可能である。引き換えた招待券の有効期限は約1ヶ月まである。チネッコクラブ P カードは中学生以下を対象としたポイントカードである。映画を1本鑑賞するたびに1ポイント貯まり3ポイントごとに ドリンクかポップコーンの S サイズに引き換えでき。また、すべてのプレゼントを引き換えると、ゴールドメンバーズカードに切り替わり、3ポイントごとに、ドリンクかポップコーンの M サイズに引き換えできる。さらに、すべてのプレゼントを引き換えると、プラチナメンバーズカードに切り替わり、3ポイントごとに、シングルコンボとお好きなパンフレット一冊に引き換えできる。なお、有効期限は、 最初にポイントを獲得した日から1年間である。以上のサービスは2018年3月で終了し、以降はチネクラブに移行している。チネクラブはチネカード同様に5回鑑賞で1回無料。有効期間は最終鑑賞日から1年間。年会費は無料だが、カード発行時に500円かかる、再発行時も同様。チネカード、チネコクラブ。 p カードからのポイント引き継ぎは2018年8月31日まで。ラッチッタデンラを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。